ら？な、こら、覗いちゃダメだよ。いいじゃない。彼女じゃあるまいし。彼女だけど。あれ、何も言わないの？もしかして、カナが焼き餅焼くと思ったの？とんだうぬぼれね。すっごい動揺してる。が明るくなってきたぞ。それを必ず手に入れる。なんだこれは。太陽のように輝いて、これなら、この光なら、私の体内時計をリセットしてくれる。なんだこれ。私は書いてませんよ。オオラギさん、いや、名前書いてあるし。証拠はなければ無罪ですよね。その右手のものは、あの、やめろ。誰？クロ。世間の常識と乙女の禁則。近いね、アリス。私もお兄様の実力にあやかりたいと思いまして。何せ英雄学校の合格者ですもの。もう一家の大黒柱ですわね。やめてアリス、父の威厳が。セツキスありがとうございます。モンちゃん、空気入れ借りてきたよ。ありがとう。地方ってめえ、余計なもん持ってきやがって。悪魔か貴様。へっへん、ざまあ見ろ。関節キスなんて私の前ではさせない。リンリ君、落ち着きなさい。もう大丈夫よ。いや、まさに今この状況が大丈夫じゃないんですが、なんで宇田先輩がここに。そんなの前回全く出番がなかったからに決まってるでしょ。それ全然理由になってないよね。ていうか前回って何、出番って何。あ、起きたんだ、アキ君。先輩、何を、うわっ、見てないで止めてかと。その、おーい、お前ら、サッカーしよ。ただよ、起きて。あと5分じゃなくて、あと5度、体温が上がるまで待って。っていうかミア、なんで僕のベッドに。だって寒くて体温上がらないから、ダーリンに温めてもらおうと思って。ラミア族は変温動物だもん。だったらお風呂入れてくるからちょっと待ってて。やーべ。ナミコのいい曲、私ならあなたを作家に起用しちゃう。と思わせれば勝ちじゃん。いや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 、僕曲作ったことないし。貴様はどこまでアホチンなのじゃ。ここで全知のわしの出番ではないか。そんなの全知とか関係なく才能じゃないか。切ない伴奏にキュンとくる旋律、それこそ全知のなせる技。あっ、朝になったと。喉乾いた。朝はやっぱりヨーグルトよね。うん、そうだね。で、そうじゃなくて、君はその、お疲れだ。ライト君ビールお願い。カリマホ
でキンキンに冷やしてね。はい、でしたら枝豆も茹でますね。ウェイ、枝豆大好き、乗客さんいた。こちら友達のリホさんとセレンさんです。リホです。すみません、お邪魔してます。友達のセレンです。目がやべえ。夢じゃなかった。しゃあ、掘り切っていくぜ。ブワー、あった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 。昨日こんなとこに柱あったっけ。え、え、なに、笑えてんじゃん。普通に今までのあれは何。おはよう、カリュウ。おはよう。おはようございます、カリュウさん。大礼、朝だぞ、起きろ。はい、お兄ちゃん寒いです。もう楓のハムはお兄ちゃんへの思いでできてるんです。なんだその痛い設定は。楓もいい年頃なんだから、僕のベッドに潜り込むのはそろそろ卒業しろよ。朝から興奮してしまうんですね。実の妹に誰が興奮するか。見て、女の子は二人ともヌルヌルよ。一体どんなプレイをしたのよ、あの変態。違う。どんなプレイでも大丈夫ですから。先ほどのカエルを使ったヌルヌルプレイが。よーし、わかった、これからもよろしくだ。